南アジアのザンブーラキの一例ムガル帝国では、様々なタイプのザンブーラキが使用された。ザンブーラキとは、近代から20世紀まで使われた、ラクダキ兵とカキとを組み合わせた特殊な動物兵器である。ザンブーラキの騎乗者はザンブラクチ、またはズンブルークチと呼ばれていた。ザンブーラキは、旋回砲、それをヒンジ止めしたサドルを背負ったラクダ。 そしてそれに起乗する兵士で構成される。1850年以降からは、ガトリング砲も同様にラクダに取り付けられている様子が見られる。背負った旋回砲を特に射程なると故障するとも言われている。使用法は砲自体を、ラクダから下ろして発砲するとも、乗せたまま砲撃を加えるとも諸説あって、はっきりしないが、砲撃時の反動問題から下ろして使用するのが主で、 機動戦時のみ打災状態で発砲するのが妥当な使用法だと思われる。砲弾は主に対人用のキャニスター弾を用いた。語源はアラビア語に由来している。インド軽装機兵部隊ザンブーラ機はエジプトの兵士が大型のクロス棒をラクダの背に乗せたのが始まりである。ザンブーラ機は急速にアラブ、アフガニスタン、ムガル帝国、ペルシャ、サファビー朝、 アフガニスタンに広まった。ムガル帝国時代に、ラクダ騎兵とクロスボーの組み合わせから、旋回砲を取り付けるラクダと砲兵を組み合わせに、改良された。ムガル帝国崩壊後も、ラクダと砲兵を組み合わせた、ラクダ砲兵は、軽装騎兵部隊として、砂漠地方のインドで使用され続けていた。ザンブーラキは19世紀のペルシャ軍、この絵部隊の一ユニットとして使われた。 この舞台には巨大な太鼓を乗せたラク下が随伴指機を威嚇した。実戦では、アフガン戦争とシク戦争で侵略する英国に対して使用された。ビブラメイニア、フリーオンラインリテラチュアスタディーガイズ川はカは1996、ピアニッシも320から321。ありがとうございます。